この番組では子育てする人や子どもを温かく見守り支え育む環境づくりを支援する県の取り組みをご紹介します。マイライフプランという冊子は妊娠や出産を通じて将来について考えるきっかけにしてもらおうと発行されました。妊娠や出産、不妊症などこれからの人生設計を立てる上で大切な知識を漫画形式で説明しています。結婚や就職などライフプランを考える際の参考にしていただければと思います。巻末のライフプランシートは今の自分を見つめ直し将来をイメージするのに役立ちます。冊子は県内の高校に配布しているほか岩手県のホームページからダウンロードができます。より良い人生を考える際のきっかけとして大学生など若い方にぜひご活用いただきたいと思っています。子供を持ちたいという希望を実現するための重要な選択肢である不妊治療、その実際について専門の医師にお話を伺いました。不妊症の原因があるかどうかっていうのを、検査するのが最初です。男性側と女性側で分けたら半々ぐらいの割合って言われてます。大きな問題がなかった比較的若いご夫婦であればタイミング法って言って、排卵の時期に合わせて夫婦生活を持つ、年齢が比較的高いご夫婦の場合は、妊娠する、確率が上がるような、体外受精を比較的早期に始めることも多かったりします。どうしても妊娠するっていうことには年齢的な要素とかが強く関わってくるので、早めに妊娠したいとか何か子供が欲しいとかって考えているご夫婦カップルの場合は、より早めに妊娠について考えていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。県内で体外受精や顕微受精といった特定の不妊治療を受けることができるのは盛岡市内の医療機関に限られます。このため県では不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、令和5年度から不妊治療の通院にかかる交通費の一部を助成しています。詳しくは最寄りの保健所までお問い合わせください。